ゲオルグデラランデはドイツ出身の建築家。日本で設計事務所を開き、風見取りの館をはじめとする作品を残した。日本に有限都市ティールと呼ばれる建築様式をもたらしたとされる。ゲオルクデラランデ、ゲオルグデラランデ、ゲオルクド、ラランド、ゲオルグド、ラロンド、ゲーデラランデ、ゲオログデラランデ、ゲーズラランなどとも表記される。年月日、 ドイツ帝国を構成するプロイセン王国ヒルシュベルクで建設工事業を営むオイゲンデラランデの長男として生まれる。ユダヤ系とされる。父親は高等教育を受けてないが建設業で成功した中産階級で家庭は裕福だった。1894年シャルロッテンブルク工科大学を卒業しブレスラウ、グローガウ、ウィーン。 ベルリンで働いた後、1901年から2年間、上海、天津で仕事をした。元同僚のドイツ人建築家、リハルト・ゼールの招きで1903年に横浜へ渡った同年、ゼールがドイツへ帰国したため、建築設計事務所をそのまま引き継いだ。デラランデは横浜だけでなく東京、京都、大阪、神戸、朝鮮など、日本領内の各地を巡り仕事をした。 ドイツ世紀末の様式である、有言とシティールの高田紹介などでも知られる。神戸で17歳のユダヤ系ドイツ人女性エリと出会い、翌1905年に結婚。1913年、母国プロイセンより、ロイヤルアーキテクトの名誉称号を贈られた。朝鮮総督府の仕事のため京場へ出張中に、肺炎で倒れ、内地に戻って、1914年8月5日に、 東京で亡くなった。当時のドイツ五週間新聞に掲載された死亡広告によれば死因は肺炎である。なお、死因については第一次世界大戦が勃発したことで咀嚼地防衛のため賃貸へ渡るかどうか悩み、酒に溺れたため、あるいは両国の対立に悩み、振動が重なって心臓にショックを起こしたためとも言われる。 ラランドの子孫によると、アルコールの問題と鬱病を抱えていたという。妻エディータはデラランデの死後、5人の子供を連れて、ドイツに帰国したが、後に外交官、東郷持長と再婚した。子供たちはドイツに残り、4人の娘たちは末っ子を除いてそれぞれ結婚し、次女の雪は心理学者のカート・ゴショルトの妻となった。生まれつき精神障害があった長男は、 父親のように日本で建築家として働く夢を持っていたが叶わず大工になった。1930年代には精神病により入院し、1943年に若くして亡くなったが、その死はナチが行った精神病者らの安楽死政策によるものではないかと言われている。神戸のトーマス邸、旧ロシア領事館と出身地にある者以外は現存せず。 オリエンタルホテル、高田商会本店。1914年竣工、1923年、消失デラランデの出身地である、イェレニアグラには、デラランデ事務所が設計した建物が、約40棟現存していることが、日本人研究者、広瀬武彦によって発見されている。自宅だけで3棟、内主4棟あり、銀行建築、ホテル、アパート、ビラ棟、 多岐にわたっており、春工当時の絵はがきや、設計図と共に近年発掘された。中には、日本における彼の偉人館建築のプロトタイプと見られる、邸宅建築や、高田商会に似た外観の銀行建築なども、含まれている。とりわけ印象的なのは、来日前の1898年築作品、デラランデテデで、外壁面にスズランの花柄模様をあしらった。 その後の有限としている作家としての方がを予感させる作品となっている。なお、デラランデ本人は存命中、日本語表記の際には、デラランデではなく、なしのデラランデという表記を電話帳や設計図のスタンプに使用していた。また、江戸東京建物園にデラランデ帝として復元されたものは、東京品の町に居住していた時の家で、ラランデの設計ではないが、 建物園では増築部分はラランデ作と見ている。ありがとうございます。